ソラ役を演じさせていただきました森川葵です。皆さんいかがでしたでしょうか。ありがとうございます。本当に皆さんの気持ちが伝わっております。短い時間ですがよろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。続いて松井玲奈さんお願いいたします。はい、吉月美玲を演じました松井玲奈です。今日はですね、美玲さんが葉月ちゃん推しなので、オレンジ色の衣装でやってきました。最後までよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。そして桃田加奈子さんお願いします。はい、川谷麗華役を演じさせていただきました桃田加奈子です。こんなに夢のような瞬間にとってもドキドキしています。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。そして三浦翔平さんお願いいたします。はい、大宮役を演じました三浦翔平です。本日はお集まりいただきありがとうございます。短い時間ですが楽しんでください。ありがとうございます。そしてお邪魔女の皆さんにもお声いただきたいと思います。千葉千恵美さんお願いいたします。ピリカピリララポポリラテンペルト春風ドレミ役千葉千恵美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて秋谷智子さんお願いします。バイバイポーンバイプーアプアプー藤原葉月役の秋谷智子です。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて松岡由紀さんお願いいたします。パメルクーラルクーラリロリポップみんな会いたかったでー瀬戸愛子役の松岡由紀です。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いてシシドルミさんお願いします。プルルンプルンパーミファーミファーみんな楽しんだかな。瀬川音符役のシシドルミです。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて宮原奈美さんお願いします。ヘルータンペットンパラリラポン Thank you for coming、アスカモモ役の宮原奈美です。よろしくお願いします。ありがとうございます。続いて石毛沢さんお願いします。ピピッとプリッとプリターンペンペルト春風ポップ役石毛沢です。よろしくお願いします。ありがとうございます。そして続きましてシリーズ1作目お邪魔女ドレミでシリーズディレクターを務め本作でも監督を務める佐藤純一監督ご自身も呪文があればぜひお願いします。それ振ります。冗談です。ですね。今回新進系の、ね、鎌谷遥香監督と一緒に監督を務めました、佐藤なんか噛むでしょだから佐藤純一と言います。よろしくお願いします。呪文はないです。よろしくお願いいたします。失礼をいたしました。では映画についてここからたっぷりと伺っていきたいと思いますが、こうしてね見ていただいたお客様を目の前にしての舞台挨拶ということになります。ついに昨日から映画公開になってますが、改めて森川さんお気持ち今いかがですか。もう本当にあっちこっちから本当に嬉しい声がたくさんたくさん聞こえてきてて、なんかあ本当に公開したんだっていう、やっぱりもともとが5月公開だったので結構時間は経っちゃいましたけど、あ本当に公開ができたんだなっていうのをすごく今実感しています。ありがとうございます。嬉しいですよね。松井さんは今改めてお気持ちいかがでしょう。はい、自分の気持ち以前にもうキャストの皆様の呪文を生で聞けるなんていうことが人生の中であっていいのかという、皆さんも同じ気持ちですよね。もうなんかすごい心臓のドキドキが止まらないんですけど、本当に昨日の公開の時からお邪魔女ドレミがいろんな SNS だったりいろんなところで話題にしていただいて、こんなにもお邪魔女ドレミの今回の魔女見習いを探してを楽しみにしてくださってるドレミちゃんたちに会いたいと思ってる方たちがたくさんいるんだなと思ってすごく嬉しい気持ちでいっぱいです。本当にそうですね。桃田さんはいかがですか。はい、本当にたくさんの方が楽しみにしてくださっていたので、この日がとっても嬉しいです。毎日、今日も朝からメンバーにチケットをくれと言われる日々が続いておりますが、自分で買ってくれというふうに今のところまだちょっとチケットを取られずに、はい、いるんですが、
本当それくらいもうみんな周りの私の周りの皆さんも楽しみにしている作品だったので私も今日が迎えられてとっても嬉しいです、はい、ねありがとうございます。三浦さんもねありがとうございます。三浦さんも今日お客様目の前にしてお気持ちいかがですか、はい、また今日ねお邪魔状の皆さんもいらしてますが、いややっと本当に公開ができることが本当に嬉しいです。皆さん楽しみに本日も来てくださって、これからどんどんいろんな人に見てほしいと思いますので、ぜひ皆様今日見た感想を友人だったりご家族の方に伝えてほしいと思います。お願いします。ありがとうございます。そして佐藤監督はおじゃ魔女ドレミシリーズに、はい、まあ、立ち上げから関わっていらっしゃってきた、はい、いらっしゃってる監督ですけれども、シリーズが始まったこの20年前というのはこういった光景なかなか想像してなかったんじゃないかなとは思います。まあ、そうですね、そうですよね、全く想定はしてなかったですね、まあ、20年経ってこんな映画を作ることも想定してなかったですし、こんなに喜んで迎えてもらえるのも想定外ですし、なんかいろんな想定外がなんか積み重なってるっていうかいう気持ちですね。まあ、だからなんかねこの映画作るときはなんかドレミが帰ってくるよみたいな気分で作り始めてるんですけど、作ってる間になんかドレミはずっといたよって映画になっていくんですよね。これも全然想定外で、あそうなんだってこっちが思うみたいな。だからなんかその改めて今思うのはなんかこうやって皆さん見てると映画確かに我々作ったんだけど本当に作ったのはなんかファンの人たちなのかな、我々は作らせてもらったのかなっていう気持ちになってますね。一人一人にお礼を言いたいです。ありがとうございます。もう先ほどからねもうほっぺたを押さえて涙ぐんでらっしゃる方たくさんお見かけするんですよ ね開始1分で泣いたっていう人もいてそれも想定外ですけどね、本当に涙あり笑いありの本作ですけれど もうたっぷりねそういった見どころたくさんあると思うんですが、森川さん、松井さん、桃田さん、三浦さんに伺いたいのは注目のシーン、はい、まあ、おすすめのポイントなどたくさんあると思うんですけれども、あえて一つに絞るとしたらどんなところが本作の魅力だと思われますか。森川さんいかがでしょうか。私はやっぱり本当にいろんなところに旅に行くので、なかなか今こう旅に行くとか外に出づらい時にこの映画館でいろんな場所を堪能できて、そしてご当地グルメが本当に美味しそうに描かれているんですよ。もうだから見ているとお腹が空いちゃうぐらいリアルに美味しそうに描かれているので、それがなんか見ていて、ああ美味しいもん食べに行こうとか、早く旅にもっと自由に行けるようになったらいいなとか、そういうふうに思いますね。はい、旅とかね食の要素も詰まってるというね本作ですよね。松井さんはいかがですか。はい、お邪魔状のこれまで出演していたキャストの方々がいろんなところで出てくるっていうのが皆さんも気づいたところがあるんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり大宮くんが音符ちゃん推しって分かったところの後で音符ちゃんの声でドンマイファイトっていうのがやっぱ何度見ても面白いなとか、あと京都でちっちゃい子供2人が出てきたじゃないですか。あれがドレミちゃんとポップちゃんの声で、私その時のアフレコにちょうどご一緒させていただいたんですけど、なんか大阪弁バージョンも撮ってましたよね。はい、なんかそれがなんか贅沢だな、私だけが知ってるんだとか思いながらあこっちのバージョンが使われたんだとか思いながらいたんですけど、本当にいろんなキャストの方がいろんなところにいるので、それを探していただけたら嬉しいなと思います。松井さんの愛ビシバシ伝わりますね。ごめんなさい、喋りすぎました。ありがとうございます。とんでもないです。桃田さんいかがですか。本作の魅力あえて言うとしたら、一個ですよね。一個ですね。どうしようかな。本当にいろんなシーンがあるんですけど、あえてじゃあ上げさせていただくとするなら、ミネさんが背負い投げをするシーンです。ありがとうございます。なんかいろんな。もやっとした気持ちが全て吹き飛ぶ本当にかっこいい瞬間なので、そこが見どころかなと思います。はい、皆さん笑いが起きてたってことは皆さん共感してるってことですね。これはねかっこいい、はい、本当かっこいいです。ありがとうございます。三浦さんは本作の魅力いかがでしょうか。そうですね、まあ、全体通してなんですけど、まあ、一つのドレミという趣味を通じて年齢も
職業も違う人間がこう一堂に会して旅をしていく、そして自分自身が少しずつ成長していくってところがやっぱ今回の魅力かなと思っております。ね、子どもの悩みに寄り添って、そしていろんな感情を教えてくれたおじゃ魔女作品からのここっていうのはね、とっても感慨深いです。さあ、そして今回ですね、あなたにとっておじゃ魔女ドレミとはという質問の答えを実は皆さんに先ほどフリップにお書きいただいておりますので、ここで発表をしていただこうかなと思います。ではスタッフが配らせていただきます。さあ、では佐藤監督から開いていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、お願いいたします。はい、私にとってはキラキラですね。お、キラキラ笑った笑ったこあえて聞くあれでもないかもしれませんが、うもうキラキラっていうとね、うん、そう、まあまあ、20年前だったら例えばドレミショーとかね、着ぐるみショーを見た時の子どもさんたちの目がね、やっぱキラキラしてるわけですよ。それを見ては我々は幸せな気持ちになるんですけど、まあ、こうして集まってもらった皆さんの目がキラキラしてますので また幸せをいただきました。ありがとうございます。ハッピーラッキーをいただきました。そうなんですよね、大人になってもこのキラキラを取り戻させてくれるおじゃ魔女であり、なんか、ね、みんなその頃の目に戻るんだなっていうのを、うん、改めて思いますよね。ありがとうございます。では続いて森川さんにも開いていただきましょう。お願いします。はい、人生の楽しみを教えてくれた存在です。ね、森川さんもずっとお好きですもんね、おじゃ魔女が。はい、本当に私アニメが大好きでよく見るんですけど、本当におじゃ魔女ドレミが一番初めに見たアニメなんじゃないかなっていうので、アニメってこんなに面白くって素敵な作品がいっぱいあるんだなみたいなきっかけがおじゃ魔女だったと思うので、もう本当にその人生の楽しみを教えてくれたきっかけの一つですね。本当にそれがね、今も続いているのが皆さんからも伝わってきます。ありがとうございます。松井さん、フリップ開けていただきましょうか。お願いします。はい、共通言語だなと思います。作品の中でもそのおじゃ魔女がきっかけで3人が出会って運命みたいだねって言ってたみたいに、今日ここの劇場に来てくださった方、全国の劇場に来てくださってる方たちもみんな同じおじゃ魔女ドレミが好きという気持ちでいらっしゃるなと思っていて、あとは主題歌のおじゃ魔女カーニバルが流れるだけで私たち世代ってすぐ歌い出しちゃうんですよね。カラオケで歌うと一番盛り上がる曲みたいな感じになっていて、やっぱりおじゃ魔女ドレミの存在がいろんな友達と関係をつないでくれたりとか楽しい時間をくれたなと思ってます。今ね、うなずいてる方すごいたくさんいました。カラオケ行ったら歌うという方、はい、たくさんいらっしゃいますね。楽しいですよね。ね、本当にもうたくさんのことを教えてくれるおじゃ魔女ですもんね。はい、ありがとうございます。さあ、そして桃田さんにも伺いましょう。桃田さん、フリップを開けてください。はい、じゃん、はじめまして。というとこれは本当に私も森川さんと同じで、初めてこうアニメにこんなに夢中になって見た作品だったり、音符ちゃんに出会って、初めてあ、アイドルっていうお仕事があるんだっていうのを知ったりとか、クリスマスサンタさんに、おじゃ魔女ドレミの一輪車を、頼んで、でそれで初めて一輪車に乗れるようになったり、で今回この作品でも初めての経験をたくさんさせていただいたので、はじめましてという言葉にしました。そうです、桃田さんが、ね、アイドルと出会ったモンプちゃんの存在があってっていうのはすごいですね。はい、さん、いかがですかそれを聞いて。そうなんです。だからもう、はい、もうどうしよう、広島弁も嬉しい。めっちゃ良かったよ、ね、広島弁、ね、そうなんです、広島弁を指導さんに指導していただいて、うん、今回そうなんです。だからしどさんの、音みたいな、広島弁の音みたいなものをこう送っていただいたんですけど、もう本当にもう一生携帯落とせないなっていう、はい、もう
ちょっと怖いです、携帯持ってるのが、はい、それ、はい、私のちょっと携帯にはそんな宝物もちょっと密かにありながら、はい、家宝を持ち歩いてるんですね。実は本当そうなんですよね、はい、お気をつけください。お気をつけます。いや本当に素晴らしいエピソードありがとうございます。はい、三浦さんも開けていただきましょうか、はい、お願いします。はい、僕は思い出です。あのやっぱり、ね、今日あのお越しになっている方たちを見ると大人の男性が結構いらっしゃるんですけど、こう大人になってくると、ね、あの時思ってた子供心という純粋な心を忘れてると思うんですよね皆さん。なのでこう大人になって、あ、これが普通なんだと思い、社会に出ていろんな辛いことがあって、ね、窓際とかであの部長うるせえなとか思ってることもただあると思うんですけど、今一度思い出すと子供の頃はなんて純粋だったんだろうというお邪魔状を見ると、あのキラキラした目、嘘偽りのない感情というものを思い出させてくれます。そんな時が三浦さんにもあるんですか？日々思っておりますよ。綺麗な心をこの作品でまたお邪魔で取り戻していただいて、はい、ありがとうございます。さあ続いて石毛さんに伺いたいと思います。はい、はい、はい、ハッピーとラッキーを届けてくれるものですね。で、あのハッピーラッキーみんなに届けてものすごいいい言葉だなと思っていて、あのドレミのなんていうのかな、あったかい世界観とか優しさとかすごく象徴した言葉だと思って、すごく好きな言葉なんですね。で、まあ、ドレミを思うといつも私はハッピーだし、ドレミに出会えてラッキーだなと思ったのでこの言葉にしました。ね、みんなに届けって本当に多分ここにいる方全員で言えるぐらいのね、合言葉になってますもんね。石毛さんありがとうございます。さあ続いて三原さんお願いいたします。はい、私は、ホームスイートホームって書いたんですけど、あの訳すと実家、はい、なんかこう実家ってさっきもあのね、あのお話があったように、こう私たちもドレミ、私はドレミに入った時って何歳だったんだろう、19歳とかそれぐらいだったんですけど、あのドレミに出会って初めてその声の仕事っていうのがすごく大事に思えたりとか、これからもずっとやっていきたいってあの思えた場所だったんですけど、なんかこう成長していって、こうみんな大人になっていくにつれていろいろあるけど、でも実家ってこう常にあの戻っても温かく迎えてくれる場所というか、だからドレミっていうのは私にとっても多分みんなにとってもあのホームスイートホーム、実家みたいなもんなんじゃないかなと思って、はい、この言葉を選びました。確かに、あの先ほど皆さんお揃いになった時にお会いして、こう空気感というか家族のようなあったかさがあるなと思ったんですがこう今日お会いしてやっぱり皆さん思われましたか？そうですね、はい、やっぱりなんかメンバーみんな仲いいですし、うん、あの普通に会いますしね、うん、あのだから久しぶりっていう感じは常にしないというか、なんかいつも、まあ、実家みたいなもんですよね、兄弟みたいなもんなのかな、そんな感じですか。はい、ありがとうございます。続いて宍戸さんに伺いたいと思います。お願いします。はい、私は道しるべです。ちょっとネガティブになりそうだなと思った時に、あ、いかんいかん、これは音符ちゃんが悲しむとか、音符ちゃんをこうお守り代わりにして生きてます。なんか自分の居場所を常に照らしてくれる存在なので、お邪魔女ドレミっていう作品は、でいろんな人とこうやって今日もね、あのこのキャストの皆さんとかこのお客様とかスタッフの皆様と出会わせてくれるっていうので、私の中で人生の道しるべです。はい、あの先ほどの桃田さんのお話もありましたし、あの三浦さんは結構いろんなインタビューでも音符ちゃんがねお好きっていうふうに、はい、おっしゃってますが、その件に関しては宍戸さんは、はい、その件に関してはどんなご感想をお持ちかなと、三浦さんがあの音符ちゃんのお人形を持ってお写真撮られてるのを見たりするとちょっと照れますね。恥ずかしいです。はい、はい、すいません、中の人です。ありがとうございます。はい、三浦さんも今日嬉しいんじゃないですか？もちろんそうですよ、ね、
さっき写真撮らね撮らせてました。嬉しかったね。すいません。ありがとうございます。ちょっと照れが今入った三浦さん珍しいなと思って見てました。ありがとうございます。続いて松岡さんお願いいたします。はい。私はちょっと音符ちゃんとちょっと似ちゃうんですけれども、人生の道という字を書きました。道しるべとはまたちょっと方向性が違うんですが、私に対しとってのターニングポイントになった作品だなと思っています。人生の中でってターニングポイントって、大きいのって必ずこうゴンゴンと訪れるタイミングがあると思うんですけれども、まさにこの作品が私のターニングポイント、大きく道がパカッと2つに分かれる1つに、ドレミがあったなと思って、でこの方にちゃんと歩めてこれたからこそ今の私がいて、そして、ずっととそばにいてくれたキャラクターだったなと思っています。劇場版にたどり着くまでもちょこちょこといろんな形で、ドレミに携わってこれたので、ずっと人生の道の傍らずっとそばにいてくれたのが愛子だったなと思っています。すごい、幸せに感じてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、やっぱり皆さんが仲がいいっていうのもね、ずっと続いているっていうのがなんかこう私たちにとっても嬉しいというか、ね、そうなんです。ちょくちょく会うんです仕事なくても会ったりする。そうなんですね。ありがとうございます。続いて秋谷さんお願いいたします。はい、私にとっておじゃまじゃドレミは宝物です。たくさんのキャストのみんなと出会わせてくれた作品ですし、いろんな最初の始まりの頃からたくさんの場所をデパートの屋上とかで歌わせていただいたり、本当にいろんな方と出会わせてくれたすごくとても大切な作品で、これおじゃまじょどれみの葉月ちゃんをやって、私の心も本当に豊かになっていったなっていうのをすごく感じていて、その宝物がこうどん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 4年間もちろんやっていた時もすごく大きくなっていったんですけども、こうして20周年を迎えられて、またたくさんの方に見ていただいて、たくさんの方と出会う機会があって、宝物が本当にすごく大きくなっているなっていうのを自分の心の中ですごく感じているので、はい、宝物になりしました。はい、今回のヒロイン3人もね、はい、おじゃまじょという共通点があって、共通言語があって集まれているという、ね、出会わせてくれたのは皆さんですね。ありがとうございます。そして千葉さんお願いいたします。はい、はい、私はつながり、漢字で書こうとしたらすっごい難しくてひらがなにしました。この作品、おじゃ魔女ドレミ、そして魔女見習いを探して、もうすごくたくさんのスタッフさんだったり、いっぱいの人が関わって出会えて、でそれこそ前回の劇場の時担当してましたみたいな人とかに会えたりとか、あ、なんか一回の仕事だったらそこで終わってしまうようなのが、このドレミに関しては本当にこう20年経ってもつながっていて、でその時の本当にキャストとかもすごく仲良く、いまだにね、お茶したり遊んだりしてくれるし、であと本当にこの作品を好きだって言ってくれてるみんながこうやって、多分当時はちっちゃかったですよね、きっとねそれが大人になって自分の足で、自分の意思でこうやって来れるようになってっていうのもすごく素敵なつながりだなと思って、本当にこの作品のおかげで私はたくさんの人に会うことができて、すごく感謝しています。ありがとうございます。改めてね、本当にこの先の世代、ここだけじゃなくて次の方にもどんどん伝えていきたい大事な作品だなというのが、そしてまた皆さんのお声聞いてていちいち鳥肌が立ってしまうというかね、森川さん、松井さん、桃田さん、どうですか、皆さんのお話聞いてね、なんか声にいちいち感動しちゃいますよね。
幸せですよ ね, ね。なんかやっぱり自分たちが子供たち、子供の時に見ていたアニメの声優さんたちがこうして後ろにいてっていうのがなんかもう本当に夢か現実か、ちょっと境目がわからないぐらいになる時ありますよね。はい、今こそ後ろに目があってくれと思ってます。ね、ちょっとがっつりはちょっと見られないなっていうのもあるので、ちらっとこう見て、あーってなってっていう現場でも本当そんな感じでしたよね。すごい幸せな時間でした。本当にね、松井さんも、はい、もう後ろからなんか浴びれるのがね、幸せですよね。はい。でも皆さんは正面から見れるんですごい羨ましいなって思いながら。でも本当に皆さんの一言一言にすごく説得力と、なんだろう、これまでの20年間の思いがあるなと思って、なんかちょっと涙ぐみながら聞いておりました。はい、幸せです。本当にこのおじゃ魔女ドレミ魔女見習いを探して関わってくださいました、すべての皆様本当にありがとうございました。本当この今ね、世の中大変な状態なのに、本当今日を迎えられることができてとても嬉しいです。皆さんが頑張ってくれたからだろうなと思っております。そしてこうやってここにいらしてくれた皆様、本当20年前から本当に応援してくれてる方もいらしたりとかして、で今回この映画をきっかけにこの作品の世界に迷い込んだ、入り込んだ人もいると思うので、ぜひ本編の方も楽しんでもらえたら嬉しいなって思ってます。本当に、皆さんの応援がなければこの新作はなかったと思います。本当皆さんありがとうございます。ありがとうございます。それでは桃田さんお願いいたします。はい、私はもうこの魔女見習いを探して、そしておじゃ魔女ドレミという作品に、迷い込んでおります。もうずっと抜け出したくないです。これは多分一生もうずっとこの作品の中にいたいなっていうふうに思いますし、こうドレミちゃんに会いたいなって思ったら、まあ、今回もこの作品をやらせていただくにあたって、こう自分が小さい時に見てた作品をもう一回見返した時に、また小さい時に見てた感じとはこう違う印象を持ったり、でも今回魔女見習いをやらせていただいて、あ、ずっとドレミちゃんたちは近くにいてくれたんだなっていうふうにも思って、すごく、心強い気持ちになったので、これからもなんか迷った時とかは、あ、ドレミちゃん近くにいてくれるななんて思いながら頑張りたいなと思います。皆さん本当にお忙しい中今日は来てくださってありがとうございます。まだ公開したばかりなので、何度でもこの作品を、見てくれたらとっても嬉しいです。今日はありがとうございました。桃田さんありがとうございます。それでは松井さんお願いいたします。はい、本日はご来場いただき本当にありがとうございます。台本を読んだ時、最後にドレミちゃんたちが出てくるシーンを見た時に、あ、ずっとドレミちゃんたちに会いたかったんだなっていう風に、本当に強く思いました。それは何度アフレコをしていても映画を見ても、同じように何回も感じます。ドレミちゃんたちがいてくれて本当に嬉しいなと、この映画を見て改めて思うことができました。ずっと心の支えだったんだなと思います。泣きたくないのに、本当になんか嫌なネットニュースで叩かれるごめんなさい、この話をするといつも泣いちゃうんですけど嫌われる本当にこの映画はすごくいろんなスタッフさんだったり映画に関わってくださってる方の魔法でできていると思います。
で、これだけ長い間この作品を好きでいるっていう気持ちも皆さんが持ってるすごく素敵な魔法だと思います。この好きっていう気持ちをこれからもずっと大切にして、この作品に出会えたことが皆さんが何か辛いことがあったりした時になんかそっと抱きしめてくれるような作品であったら嬉しいなと思います。すいません、みっともない姿を、ありがとうございました。全然そんなことないです。松井さんありがとうございます。皆さん同じ気持ちだと思います。はい、森川さんお願いいたします。はい、本当に何だろう、こう現実が見えすぎちゃって大人になって、なんか疲れちゃったなとかそういうことをちょうど感じていた時だったので、なんかこうして魔女見習いっていう作品でもう一度ドレミちゃんたちに会って、なんか縛られなくていいんじゃないって、もっと自由に楽しく生きていいんじゃないって、そんな言葉をかけてくれているような気がしました。だからなんかこの映画を作っている時からもそうですし、なんかこうして公開してからもなんか強くこうこの映画に背中を押されているような気がします。だから私も前向きにもっと自分の人生の中で次のステージに入りたいなっていう気持ちにもなりましたし、きっとみんなの背中も強く押してくれる、人生を新しく楽しく生きられる、そんな魔法をかけてくれる作品になっていると思うので、ぜひぜひ今日見に来てくださった方に笑顔が増えたり、これから見に来てくれる人にもっとハッピーなことがあったりとか、なんか本当にみんなが幸せに笑顔になれるような作品になっているので、本当にたくさんの方に今日見に来ていただけて嬉しいですし、たくさんたくさん愛してもらえる作品になったら嬉しいなと思います。ありがとうございます。森川さんありがとうございます。以上をもちまして舞台挨拶を終了させていただきたいと思います。どうぞ今一度大きな拍手で皆さんお見送りください。